皆さんこんにちは、ラクダ不動産代表の大西です。今日はラクダ不動産エージェントで村田、通称ムラリンとですね、はい、不動産会社に今売りに出している物件の値下げを提案されたらどうするというテーマでお話ししていきたいと思います。特に今おそらくこの動画がアップされるタイミングだと、いわゆる不動産業界が最も盛り上がる年度末商戦と言われる2月3月の勝負時、ここのタイミングを狙って売りに出され昨年末とかぐらいから売り出し始めている方も多くご覧になられてると思うんですけど、今この状況によっては思ったより内見が入らないから、思ったより反響が少ないから、3月末までにチャンスなんで一回値下げしましょうかっていう風に提案されるタイミングでもありますよね。多分不動産営業マンは頭の中でずっとそういうことを考えてると思うんですね。だいたい1月の3連休ぐらいから不動産会社が動き始めて、そこでまず状況を見て、そこからご内見が入ってこない、反響が少ない、これはもう下げないと3月末売れませんよと、こんなセールストークっていうのは多分一番多いと思いますね。しかも今年って結構ありそうじゃないですか。なんでこれ言うかって、マンションでも在庫がね2023年からダブついてるじゃないですか。一言で言うと、不動産営業マンが言いやすい局面にはなってる、言いやすい材料がやっぱあると思うんですね。値下げしましょう、値下げしましょうっていう、去年1年在庫は増えててありましたけど、去年のこの頃はまだ増えたと言ってもそこまでじゃなかったエリアもあったと。でもやっぱ全体的に増えてきてるということで、去年これで今年こうですから、そしてマンション内でもこんなにありますよ、これは下げていかないともう売り切れないですよっていうのは言いやすくなってるというところはありますね。おまけに不動産会社さんね、どこも決算って多いじゃないですか。だから営業版の数字上も絶対に言ってくる営業も多いと思うんですよ。そうですね、なんとかこの間にケリをつけてもらいたいっていう、そういうところでの値下げ提案っていうのも中にはあったりしますよね。そうですね、本当にさっきのお話の通り、たくさんある中に埋もれてしまって値下げ合戦に入っちゃうと、もっともっと低くなっちゃうんで、これは事実なんですよ。ここになる前に先頭打って5売却売り抜けるっていう、ここは確かに戦略として大事なんですけど、そこがしっかりと市場をウォッチして競合物件を見て、内見の今までの結果とかの全て分析の中での正しい値下げの話か、それともしばらくやってもダメだから下げましょうっていう単純なそこだけの話かによってはやっぱ全然違うと思うんですよね。なのでそこはしっかりと見極めなくちゃいけないというところだと思います。それを見極めるのにはどうしたらいいんですか。売却開始してから3月までに売り切るっていう話をした場合に、去年末11月とか12月くらいに不動産会社と会って5売却をお任せして、年末年始を経て1月と、こんなスケジュール感が多いんですね。そうするとその金額帯ではほぼほぼ周知されてることはあるので、そこで金額の話が出てくるんですけど、果たしてその周知がしっかりしてるかとか、例えばやっぱりですね、我々いつも言ってますけども、お部屋が本当にいろんな人の目に触れてる状況ですかとか、広告が出てますか。例えば不動産会社さんからの一番のポイントはやっぱレポートなんですよね。レポート内容で、例えばお客さんの声がこんなありました、それが自社だけじゃなくて他社さんのお客さんもご売却しのお部屋についてこういうふうに言ってましたっていう、他社さんからのお客さんのヒアリングもあるかどうか、ここら辺がやっぱり材料になるんですよね。でここら辺が何もありませんよって言った中での値下げっていうのは完全に営業マンの感覚的な話なんで、根拠がないと、それは本当ですかっていう形にはなるんで、やっぱりチェックするっていうことでやると、お部屋がいろんなところに出てるかどうか、あとはそのお部屋に対して自社だけじゃなくて他社さんのお客さんからもどういう反応があるかどうか、内見があったら内見の詳細のところ、この3つ、これを確認するっていうことが大事かなと思います。次にそれを確認した上で、本当に値下げをするべきなのかどうなのかっていうところで、自分としてはこれ以上は下げたくないっていうラインがあったりとか、いろんな売る条件もあると思うんですけど、どうやって対応していったらいいですか。ここはすごく難しいところで、不動産営業マンからそういうふうにたくさん下げましょう下げましょう、いろんなプレッシャーかけられるかもしれないですけど、一旦止まっていただいて、本当に3月までに売る必要があるかどうかっていうところはしっかり確認するべきだと思います。自分の中でどうしても住み替え先が決まってて3月末に出なくちゃいけないとか、お子さんの関係とか、そういった場合はそれは売り切らなくちゃいけないっていう局面もあるかもしれないですけど、例えば5売却先行である程度いいお値段で売れたらいいなって言った中で売り出すって方もたくさんいらっしゃると思います。その方々が3月までに絶対売らなきゃいけないのか、不動産会社がそう言われてたからそんな気持ちになってたけど、実はそう
じゃないんじゃないかっていうことであれば、うん、個人的にはご売却を一回止める、うん、仕切り直すっていうのもすごく重要なポイントなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、ただその場合には一回止めると間違いなく 1,2,3 月っていうところ、うん、あとゴールデンウィークくらいまでは不動産市場盛り上がってる、買い手が多いっていうところはこれは事実としてありますので、うん、一旦止めた場合に次のご売却開始ってある程度間を空けた方がいいんですよ。2月にご売却をやめてその後4月に出してとかっていうと結局見てる層は変わらないので効果がない、うん、そうすると次の繁忙期まで持ち越した方がよくて、うん、次は秋商戦ですよね、うんうん、8月のお盆終わったぐらいからですかね。そんなに開けないといけないの？そう、そんぐらい開けた方が違うターゲットが集まってくるので、うん、そうやった方が高く売れる可能性はあると。ただ注意しなくちゃいけないのは、うん、その戦略はいいんですけど、うん、エリアによってはものすごく在庫が増えてきてて、うん、1,2,3 月でも減ってかないと、うん、これが今年の秋になった時に、うん、もっともっと在庫が増えて悪い状況になるんじゃないかっていう、うん、この可能性はなくはないので、うん、ここはですね本当にその中止が正しいかどうかっていうのはエージェントの知識量とか経験とかにも左右されちゃいますけど、そのエージェントがそこの提案をどういうふうにできるかどうか、秋口の予測をどう立ってるかどうか加味した上で売却中止っていう線は考えてもいいんじゃないかなと思いますね。その時にそんなに間を空けてもう一回仕切り直すって本当に売らなくていいけど、これぐらいの金額で売れるんだったら売ってもいいっていうぐらいな方だとその決意ってしやすいと思うんですけど、絶対にこのタイミングまでとは思ってないけど売るっていうことは決めてるっていうような人にとったらすごく大きな宿題をずっと抱えたまんま、そこでもリスクがゼロではないっていうふうになるとちょっとドキドキする話だと思うんですけど、素人の考えでは3月末までに売り切りましょうっていう風な売り主さん群と、そこまでにケリをつけてできるだけ適正価格で買いたいと思ってる買い主さん群っていう風なのが一通り過ぎる年度末から4月みたいなタイミング、ゴールデンウィークみたいなものを開けて6月とかぐらいにめがけて売り出すっていうのはどうなんだろうと思うんですけど、昔は梅雨の時期とか夏場とかは本当に買い手さんが少ない、うん、秋からまた盛り上がってくってあったんですけど、うん、コロナ禍以降はそこの波は確かにちょっと減ってはきてます、うん、そんなアップダウンはそこまでじゃないですけど梅雨夏場、うん、買い手さんっていうのは多少減ってきますんで、うん、そこをねどう見るかなんですよ。エリアの需給バランスもすごく寄ってくると思います。例えばゴールデンウィークまでである程度在庫が減ってきたけど、要は競合物件が少なくなってきた、うん、それでも自分の部屋は売れなかった、うん、この局面であればもしかしたら梅雨の時期から売り出してもいいかもしれないです。周りに競合が少ないから、ね、そう競合が少ないから、うん、だからチャレンジできる。買い手の数も減ってるけど競合も少ないんで、うん、ただ 1,2,3,4,5 で在庫もほとんど減ってない、競合も変わってないっていうことであれば、おそらく6月に売ったとしてもそこは変わらない、うん、ここは多少ですねそのエリアごとの戦略っていうのによって変わってくるかなっていうふうには思いますけど、ね、なるほど。価格を下げたらどうですかっていうふうに言ってこられた中で、自分でそこまで結構いろいろ考えて一回中断ですっていうふうになった時に、同じ不動産会社に中断しますって言って次はいつぐらいからお願いしますみたいな話をするべきなのかどうなのかっていうところはどうですか？今までの売れなかった不動産会社の活動を見て、うん、本当に真摯にやってくれて原因がはっきりして、うん、金額だけとか、うん、そういうのがもししっかり理解できてたらまた売り出す時にもその不動産会社でもいいと思いますけども、うん、ポイントは2つあって、1つは今までの活動のところで、うん、2つ目は1回中止する、さっきの話、うん、多少リスクは伴いますから、うん、売り出す時にこういう競合バランスでこうだったらいくらぐらいから売り出しましょうっていう、うん、そこの売り出すビジョンまでやめる時にそのエージェントが語れるかどうか、それが踏み絵になるというか、そうなんです。そこがいやもう先のこと分かりませんよっていう一言で終わるっていうと、まあ、それはそうかもしれないけどそれじゃ材料にならないですから、うん、そしたら違う不動産会社に確認をするということでもいいんじゃないかなと思いますね。他に気をつけなきゃいけないとか、うん、こうやったらいいっていうポイントって何かありますか？今スケジュールの話しましたけど、うん、価格のところなんですよね。希望の価格はあると思います、うん、そこに到達しないからやめるってこれも一つ戦略なんですけど、うん、なんでその価格で売りたいか、ここは実は明確にした方がよくて、当然高ければ高い方がいいんでしょうけど、こういうお金が必要だから売る、次の暮らしに向けてっていうところで実はそこまで求めなくてもいいかもしれないとっていうことであれば、ある程度価格の変更っていうところは応じるところは応じてもいいと思うんですよ、うん、たださっきも言った通りそこに根拠があればです、計算し直してもうちょっと下げてもいいっていうことであればいいと思うんです。どうしてもですね売り出すタイミングで不動産会社からこう言われてそんな価格で売れるんだって思ってる中で頭そういう風にずっとなってますけど、それで売れなかった時にそれでやめっていうよりか、自分のファイナンシャルのバランスも見て金額をも
うちょっと下げてもいいっていうことだったら根拠があっても下げてもいいっていうところですね。金額をフィックスするか、それでスケジュールを変更するか、スケジュールはこのままでいきたい、金額を多少見るか、両方とも考えることはいいと思いますね。そこまでの道筋を不動産会社さんがアドバイスしてくれない場合、自分でどこまでやるの？いくらで売れるか分かんないっていう情報だとそっちも分かんないんで、そういったタイミングで不動産会社さんから情報が出てこないと、細かい情報も含めてっていうことであれば、不動産会社をやっぱり変えるっていうところ、毎回契約の期間中でも大丈夫ですか？大丈夫です。実はね、それが一番効果的だったりもするんですよね。変えたことによって同じ金額でもすぐ売れたってことは結構たくさんあったりするので、変えることによって新しい情報も入ってくるので、販売材料もどんどん出てくると、そこは一つ選択肢としてあるかなと思いますね。日本の方ってみんなすごく優しいし細やかに気遣うから、なかなか自分から契約期間内にダメです、変えてください、私終わりにしますみたいな言いづらいと思うんですよ。そのステップとして、はい、あれもこれもこういうふうな形でお願いしたけどなかなか思ったように進まないからっていう、こちらの根拠というか理由や段取りが必要だと思うんですけど、どういうステップでそうやって変えていったらいいんですか？まず一つはレインズのとこですよね、一般媒介はレインズに掲載しなくてもいいんですけど、専任媒介専属専任の場合はレインズに掲載しなきゃいけないと。まず一つ目のハードルとしては広告がたくさん出てるかどうか、これを確認しましょうと。たくさんってどんぐらいなんですかっていう話があるんですけど、これもねエリアによって結構違うんですけど、イメージとしてはいろんなポータルサイトありますね、スーモとかアイフルホームとかアットホームとか、最低今の3つには掲載されてるし、他のサイトにも出てること。ポイントはいろんな不動産会社のサイトに出ることも大事なんですよ。この話をするとどこどこ不動産のサイトに見に行く人あんまりいないんじゃないですかって言うんですけど、あれって各不動産会社さんとも買い手さんを連れてくるために SEO をかなり強くかけてるんですね。そうですね、今マンションを探す人は物件名で検索することが多いので、物件名何年マンションって検索入れると最初に出てくるのはやっぱスーモとかです、3番目4番目ぐらいにどこどこ不動産って出てくるんですよ。不動産会社なんですよね。そう、何言いたいかって言いますと、どっから買い手さん来るか分かんないので、いろんな抜け目がないように、大手ポータルサイトであれば最低でもさっきの3つのところ、スーマートホーム、アイフルホーム、あとは大手の不動産会社さんとか、地元の不動産会社さんとか、そこら辺に掲載されてるかっていうのがチェックポイントのまず1つ目、2つ目は内見が来ない理由です。やっぱこれは価格っていう話なのか、価格って言っても絶対周辺とのバランスがあるんですよ。こんな安いマンション内で競合物件が出てきちゃったからこちらにどうしても引きずられちゃってるんですよっていう話なのか、内見来ない理由がレポート上あるかどうかというところ。3つ目は内見があったけども決まらない理由、これは内見された人へのヒアリングがどこまで細かいかってところなんですけどね、単純に好き嫌いなところ、例えばフローリングがもうちょっと明るい方が良かったですっていうだけの話なのか、それとも変えらんないところ、マンションの共用部もね変えると思うと変えれますけど、でもすぐには変えらんないところとか、それによっても違いますよねと。例えばフローリングの色味がちょっと違うっていう話であれば、じゃあリフォームしましょう、それだったらご購入いただけますかって、こういう提案できるはずなんですよ。なので内見があったとしても制約に至らなかった理由のところ、この3つですね、ここが広がってるかどうかと、内見がない理由、内見があったとしても買っていただけない理由、このポイントで納得できる説明かどうかが一番大事かなと思ってますね。それらを聞いて納得できる回答が返ってこなかったらちょっと難しいですっていう風な撤退戦略を取ると、はい、その時もそのまんま言えるかどうかですけど、なかなか納得できないというか、毎日金額下げるっていう風には思わなかったんで返させていただきたいですっていうところ、どうしてもそれもちょっと言いづらいっていうことであると、スケジュールにも関わってきちゃいますけど、毎回契約更新のタイミング、3ヶ月で切れるってタイミングで2週間ぐらい前に不動産会社さんから更新どうですか、そのタイミングでちょっと今回はすいませんっていう風に言うかですね。今日はですね、今売りに出しているタイミングでなかなか思った反響が出ずに値下げを提案されたらどう判断すればいいですかっていう話でお話をいただきました。最後に今値下げを提案されたりとかして困っている方いらっしゃったらメッセージを一言。世の中にいろんな不動産会社さん、不動産エージェントの方いますし、全てが間違ってるってことはないんです、しっかり提案してくれる方もいると思うんですけども、今日の動画のポイントとしては、不動産会社さんの話は鵜呑みにしないことその話を受けて改めてご自身のスケジュール感とか金額とか、そこを見直して状況によっては撤退するっていうのも勇気のある撤退というか、次のプランがしっかりしてればですね、そして状況によっては切り替えるという形で、皆さんのご自宅ですから、そこは皆さんの中でしっかり考えまとめて、あくまで主役は自分ですからね。我々の方でもなんかちょっとわからないな、怖いなとかいろいろあったら、我々の方でもセカンドオピニオンという形でやってますので、ぜひそれもご利用いただければな、いつでもご相談いただければと思います、はい、主導権主役は自分であるということを肝に銘じて、今年も皆様と不動産の関係がより幸せなものでありますことを楽田不動産一同お祈りしております。いかがでしたでしょうか。引き続き毎週エージェントたちが動画をアップして
していきますので、チャンネル登録まだの方はぜひ録音してお待ちいただけると嬉しいです。ありがとうございました。またね。